からのダマがめっちゃ気になる。こんばんは。マシオさん、アンドゥさん、ジンさん、ティンマルナさん、ケイワンさん、トシポヨさん、ショウダイさん、カネちゃんさん、キムさん、ARKさん、ユートさん、ギフトありがとうございます。皆さんこんばんは。ふう、今日はラーメンを食べました。急なご報告。今日は味噌ラーメンを食べました。あの本当にチェーンとかチェーン店とかじゃなく、もう街中のあのおじいちゃんが一人でやってるお店にお友達と入ってみた。そしたらでもそういうとこって絶対うまいやん。こうちょっとこうそのおじいちゃんが一人でやっているお店に入ってみて、でもそういうところって大体うまいやん。そのわかる、そのわかります。そう、絶対おいしいお店、そういうのって大体おいしかったです。そう、それであの味噌ラーメン、あとあのお友達と、お友達もラーメン食べてて、お友達とオムライスを半分こしました。そしたらなんかオムライスがめっちゃ家庭の味、そのお店と、そのめっちゃいい意味でお店っぽくない、その本当に手作りの感じのオムライスでめっちゃ美味しかった。ちょっと おばあちゃんのオムライス思い出す系のオムライス、もうめっちゃマスカラの玉がさ、すごくて、そう、オムライスもあったの、ラーメン屋さんなんかいろいろあって、結構チャーハンとかそういう系もね、なんか街中にあるそういうご飯屋さんって、そのちょっとこう入るのさためらうやん、その美味しいかなって。チェーン店じゃないからさ、そこまでめっちゃ人もいるわけじゃないし、けど大体うまいんだよねそういうのって。そういうお店の焼きそばも、いやそう、焼きそばもあって、焼きそばもちょっと迷ったんだよね。そう、青春オンヨンマーク好きすぎる。わかんの、今めっちゃこの曲大好き。
いいまずリズムっていうか、そのリズムがまずいいし、歌詞もめっちゃいい、歌詞めっちゃいい。かずきさんギフトありがとうございます。もし魔法が使えるとしたら、今時間止めて君と一緒にいたい。でも責めたらその先にこそ僕らの未来はある。から富士山ギフトありがとうございます。新社会、そうだね、そうだ、それだね、それが公開されたんだかね、その動画公開されました。桜でね、撮りましたね。新衣装が公開されまして、ピンクの衣装になっております。キャッキャッかわいかったですか？見てくれましたか？かわいすじ、ありがとうね。もういよいよ明日が新体制お披露目ですから、すごく緊張していますが、皆さんお楽しみにです。頑張ります。本当に寂しいけどね、新体制頑張っていかないとね、本当に本当に。ファイト、ありがとう。なんか足のふくらはぎがつりそう、なんかつりそうな感覚。このニキビが治らないよ、このニキビが治らないよ。わかりまちぷちか、わかりまちぷちですか。新章桜の花びらみたいね、かわいいよね、色味もね、ピンクピンク。えいちゃんこんばんは、こんばんは。ちょっと目立ちそうなのよ、目立つのよ、結構目立ってんのよ。わかりまちぴちょ、わかりまちぴちょか。ラッケのさんギフトありがとうございます。ぴちょなって笑うときちょっとなんかしゃくれちゃうんだよね。でもしゃくれてるんじゃなくて、あの歯を出したくないからのしゃくれみたいな、あの歯を出したくなくて抵抗したらそうなるっていう、わかります？そのこれ以上言ったら歯が出ちゃうけど、ひなは歯を出した顔が好きじゃない、だから抵抗して口を閉じながら笑おうとした結果しゃくれちゃう。そう、ミッキーさとしさんギフトありがとうございます。新体制の衣装見たよ、真っピンクかわち、嬉しい、ありがとう。手持ちだからお鼻がより高く見えまちゅぴちゅ。手持ちだとね、なんかあのすごい言ってもらえる。なんか最近またよりあのお鼻、なんか結構その今ってさ、結構昔よりかはさ、整形とかに対してさ、あのすごい日本語が分かんないな、その偏見とかないじゃん。ひなも結構あの偏見ないというか、そのめっちゃいい、あのそういうのいいんだけど、あの結構だからなんか
結構だから最近、昔だったらさ、え、整形してる？とかってさ、ちょっとあんまり言ってはいけなかった雰囲気あるやん。でも今って多分その周りはさ、あんまそういうのなくなってきてさ、最近めっちゃ聞かれんの。え、鼻整形してる？ってもう直でさ言われることめっちゃ多くて、でもすっごい褒め言葉で嬉しい。ただ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 ね、その、え、そんな直で聞く？とは思うけど、ただただ褒め言葉でめっちゃ嬉しい。しかも最近なんかどうしても信じられなかったっぽくって、え、こうやってくださいって言われたの。豚鼻、あの、やってたら豚鼻できないらしくて、これやばい、めっちゃブスめっちゃブス。なんか鼻、その別に、そのや、別にいいじゃないですか、そのやってるもやってないも。でも実際ひな、あの、お鼻は本当にパパからいただいたからね、その、あの、咳してますか？鼻って言われて、パパからもらったんですよねって言ったら、なんかどうしても信じられなかったっぽくて、ちょっとこうやってみてくださいって言われて、こうやってああできるんですねみたいな。そう、めっちゃド直球。しかもパパからいただいもらったんですって言っても信じてもらえなくて、すごいド直球すぎたけど、パパありがとうって感じで。でも本当めっちゃ褒め言葉だなって思う、その言葉が。すごくありがとうございますっていう感じです。はい、なんかここまでやらされたことは今まで一回もなかったから、すごく、あ、めっちゃぐいぐい聞くやんって思った。何回くらい聞かれたことある？でもなんか本当に東京来てからめっちゃ言われる。その新潟にいた時はさ、そのもう、まあ、新潟にいた時も結構その鼻褒めてもらうこと多かったけど、あの、整形してますか？まで直球で聞いてくる人ってあまり田舎にはいなかった。そのド直球に、なんか東京の人は本当にド直球に聞いてくるなっていうイメージ。新潟とかは、鼻高いですねとか、お鼻綺麗ですねまで。けど東京に来てからは、え、鼻いじってますかとか、え、鼻整形してますかとかの聞き方が多い。でもなんかその悪気もない、その悪気とかはないのも分かる言い方なんよ、普通に。そう、けどなんかド直球だな東京とは思う。めっちゃ嬉しいけどね、本当にそれは。ハーフですかもまだ聞かれるの。最近はなくなったかも、ハーフですか。でも一時期めっちゃハーフですかって言われた時期あった。みんなね、すごい東京に来てから、あの、誰々に似てますねって言われることめっちゃ多くなって、あの、なんかその似てる人を最近、似てますねって言ってもらえる人を最近参考にするのにハマってる。街で声かけられるのをスルーする技を身につけたんだよ。そう、マジで身につけた。本当に身につけました、声かけられた時の無視の仕方を。最近だと誰が多い？あの、双子のお母さん、あの、名前ちょっと調べてきていい？最近めっちゃありがたい、超嬉しいんだけど、ちょっと名前が思い出せない。あの、黒、待ってね、わかりました。めっちゃ褒め言葉なんだけど、本当に嬉しいんだけど、黒崎美沙さんに似てるってめっちゃ言ってもらえる最近。
あともう一人いる。これも YouTube やってて、YouTube やってて、うん、すごくお顔の綺麗な方。最近はこの二人、もう一人も思い出したい。もう一人も思い出したい。わかりました。もう一人も。え、ね、本当に嬉しいけど、なんか恐れ多すぎるんだけど、全然似てないですよ。本当に全然似てないんですけど、ありがたいことに最近出会う人に、あのどちらも一回きりじゃない言われたの。だから嬉しい。あのもう一人は小沢美里さんっていう方。最初からお願い。一人目は黒崎美沙さん、でもう一人は小沢美里さん。本当に全然似てないんですよ。本当にどちらもめっちゃ美人さんなお顔の方で、あの全然似てないんですけど、でも言われたのは一人だけじゃない。どちらもここ最近で 2,3 回言ってもらえた。めっちゃ褒め言葉。めっちゃ褒め言葉で泣きそう。今日も可愛いおしめん、ありがとう。黒崎美沙さんと小沢美里さん。嬉しいですね。ネット環境悪いですか？何を話してたか聞こえてなかった？多分。今見てきたけど確かにちょっと似てた。本当？嬉しい。小沢美里さん前言ってて、そう、小沢美里さん前言ってた。そうだから小沢美里さんと黒崎美沙さんがもう最近よく言われるお二人。本当に嬉しい。そのしかも言われた回数がなんか一人二人じゃないのがめっちゃ嬉しい。そう、どちらも4回ずつは言われた。結構リアルガチに、あの全然違う人に。めっちゃ嬉しい。本当にありがたいけどマジで似てない。本当にありがたいけどマジで似てなくて申し訳ないけど嬉しい。めっちゃ褒め言葉じゃんそれって。めっちゃ2人ともめっちゃ美人さん、いや本当にね、2人ともめっちゃ美人さんだからこそ、あのごめんなさいなんですけど、ごめんなさいではあるんですけど、めっちゃ嬉しいです。はい。嬉しい。雰囲気はちょっと似てる。嬉しい。アヒル口っぽい雰囲気も似てるんじゃない。ありがたいですね。そんな美人さんの方に似てるなんか言っていただけて。けど夜日が一番かわちい。そんなことないですけど、ありがとうございます。本当にやっぱヤヒは美人、ヤヒはやっぱ美人系。え、そうなのかな。ヒナ本当に違うからね。あのヒナって本当にそんな言葉がお似合いじゃない人間ナンバーワンなのか。ありがとうございます本当に。でもそんなあのネガティブなこと言いすぎるとみんなに申し訳ない。こんなみんな褒めてくれてるのに、ありがとうね。ヤヒも負けず劣らず美人さん、ありがとうございます。そんなことないですけど、でも嬉しいです。本当に力になります。黒崎美沙さんの写真めっちゃひなっぽいのあった。本当？嬉しい。そんな美人さんに似てるなんか言っていただけるなんて。可愛いけどヤヒキレイ系なんだよ。そんなことないです。本当にそんなことないです。本当にありがとうございます。いや、美人も可愛いもどっちもある。嬉しい。嬉しい。ありがとう。こんばんは。
美人系かつ可愛い系、そしてショートスリーパーかつロングスリーパ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 ーちょっと話がつながっているのかどうかは別として、そう、それはそのショートスリーパーかつロングスリーパーは大正解です。美人系かつ可愛い系はちょっと分かんないですけど、嬉しいですね、そんな風に言ってもらえるのは。こんばんは。すっぴんの時の可愛い感じも好き。嬉しい。ありがとう。いい加減に分かって。ありがとう。いい加減に。綺麗なお顔立ちなんだから自信持ってね、何回も言ってる、ありがとう。結局全部好きなんよ、ありがとう。ラブ。嬉しい、みんな優しい。怖くない？これちょっと、めっちゃ怖くない？お化けみたい。いくよ。めっちゃなんか呪われてるかと思った自分がめっちゃ怖いこれ。えいちゃん本当に冗談抜けて美人で可愛い。いえ、ありがとうね、たくさん褒めてくまあ、金縛りの前兆やめて、金縛りの前兆やめて。え、可愛いしかないけど、え、これがお化けみたいじゃない、呪われてるお化け、呪われてる人形にこういう、こういう人形いそうじゃないあの片目が壊れてる人形、めっちゃ怖い。わあ、明日新体制お披露目か。マジで緊張する。ロッチさんギフトありがとうございます。めっちゃ片目自由に動きます。うん、手で止めてるだけあの手でまぶた止めてるだけ、全然お化けです。ミヒトあんまり緊張しそう。緊張するよ、なんか緊張してるよいつも、めっちゃ本番前とかも。確かあかりさんがこう、そう、あかりちゃん、石井あかりちゃんというとっても若いピチピチな子が入ります。本当にね、あのね、ひだみもそんな時期あったんだなって思うと泣けてくる。なんか15からアイドルしてたんだってなんかびっくりする、普通に。え、人話すときはこちらもいつもドキドキです。嬉しい見た目の若さならヤヒ負けてない。嘘でしょ。いやいやいや、本当にそんなことない、本当にそんなことないけど嬉しい。ヤヒな、最近マジで顔若くなりたくて、でも外では大人っぽく見られたくて、外ではっていうか普通になんかどっちなのか分かんない、その若くも見えたいけどでも大人っぽさも欲しいみたいな。ひな本当にすっぴんだとめっちゃ顔がね、あのすごい若くなるんですよ。でもそれが嫌で、そう、なんか若この子って思う印象を持たせるのは嫌なの。
だからなんかメイクでちょっと大人っぽくしてるはずなんだけど、だからなんかでも若くも見られたいっていう、最近その矛盾が入ってきました。そう、最近すごい矛盾してる。大人っぽく見られたいけど若くも見られたい。もう最近はその矛盾にどうしたらいいんだろう。あきらちゃんさん、ギフトありがとうございます。私本当にさ、人からの意見がいつも言うけど半々すぎて、あの本当にどっちなんだろうって感じ。うん、本当にそうなんだよね。人からの意見がマジで五分五分すぎる。ひなの印象を聞いた時の年齢とかの予想が五分五分すぎる。10代に見える人もいれば、全然年より上に見える人もいれば、マジで。でもね、もう最近はちょっと若く見られたいがち。ちょっと大人になってきて、今まではその年齢より上に思われたかったんだけど、今はちょっともう年相応でいいかも。それかちょっと若いぐらい、二十歳ぐらいに見えたいぐらいかも。もう本当に矛盾している最近の気持ちが。っていう感じです。これ最近の悩み。パッと見大人に見えそう。話さなきゃわかんの。そう思われがちなはず、がちなはず。思い込みじゃなければ喋んなければ結構年上に見られがちな気がしているんだけど、どうだろう。ずっとずっと可愛いし年齢。だって本当に可愛くて無事にさんだからゴブゴブなの分かるけど、嬉しい嬉しい。メイクによってもだいぶ変わるんじゃ。いやー、だいぶ変わる。本当にマジで友達にすっぴん見せると、え、めっちゃ赤ちゃんだねってすごい言われるけど、それも分かんない。なんかひなからしたら、え、ひなはね、ひなは自分の意見としては、あの老け顔だと思ってるのね自分が。これ自分の意見としてはね、あんまり自分の顔若いなとは思わないのね。その老け顔タイプな、顔診断的に老け顔なんじゃないかなって思ってるの。けどすっぴんだとすごい友達に、え、めっちゃ赤ちゃんみたいって、ビビったんだねってすごい言われるの。でもそれも分かんないんだよね、ひなは。だからメイクちょっと濃くして大人っぽくしたいなっていつも思いながらメイクをしている。でもだからといってめっちゃ年上に見られすぎることもあるから、それも嫌だなみたいな。メイクすれば若く見られる。そうそうそう、そうなの。だからいつもがっつりメイクをして大人っぽく見してる。 そしたらちょうど良いかなみたいな。でも上に見られすぎても最近は嫌だっていう矛盾が、そう、出てき始めた年頃ですっていう感じ。矛盾していますね最近は。本当にこれがもう 2,3 年後とかになったら、もうすっぴんで、すっぴん無理やな、無理やな、無理やな。眠くなってきた。
すっぴんでどこまで行ける？夢の国とかさすがに無理。すっぴんで行ったことありますよ、夢の国。マスクと帽子して。マスクと帽子して。めっちゃ弾丸でパーカージャージみたいなので行ったことある。そう、マスクと帽子あったらもう何でもいいから、ね、だって何も見えないから。めっちゃ帽子深くかぶってマスクして、それはお一人でお一人なわけないじゃないですか。めっちゃ仲いいお友達とめっちゃ仲いいお友達と弾丸で行った。だからもう写真も撮れる撮れないよね、普通にすっぴんだから。すっぴんだしジャージだし。みんな本当に自分のすっぴんめっちゃ嫌いだったんですよ。まあ嫌い、まあ、今も嫌いなんだけど、自分のすっぴんめっちゃ嫌いなんだけど、なんかすごい友達にすっぴんとか見せるようになったらすごいなんか意外と褒めてもらえるくて、なんか嬉しい。めっちゃ嫌いだから、なんか友達といるとめっちゃモチベ上がる。なんかひなの仲良くなるお友達みんなひなのこと褒めてくれる。最近あんまり会えてなくって、その友達に会えてなかったのね。けどこの間久しぶりに会ったら、ひなやっぱ可愛いって言ってくれて、そのお友達もめっちゃ可愛いんですよ。それがまたそのお友達もめっちゃ可愛いんですけど、そのお友達ハイトーンなのね。髪の毛がハイトーンロングなんですけど、その友達がすごい、そのお友達に会うとめっちゃハイトーンにしたくなる。そのお友達が可愛すぎてめっちゃハイトーンにしたくなる。そう、めっちゃもうなんか結構もうほぼ白髪レベルでめっちゃハイトーンなんですよ、その友達。そう、ひなが出会った時に、その結構前は普通に暗かったらしいんだけど、髪の毛が。でもひなが出会った頃にはもうそのお友達はハイトーンだったのね。だからひな、その子のハイトーンしか見たことなくて、めっちゃ可愛いんだけど、その子の暗髪見てみたいんだよね、いつか。それが夢。その子のか暗髪をいつか見てみたいっていう目標があります。はい、ハイトーンは手入れが大変。そうなのよ、本当に。だからハイトーンは無理やな。なんかひなは一回金髪にしたやんって言っても、その金髪もさ、言うてな金髪やん。その子はもうもっと白い、もっと明るいから、もうそのレベルまで髪の毛明るくするって相当痛むだろうなってめっちゃ思う。うん、だからひなは多分一生できないと思っている、金髪に。金髪というかもうハイトーン、ハイハイトーン、もうハイハイトーンです、その子。もうこの壁ぐらい白い。この白い壁ぐらい白い。それはちょっと言い過ぎたけど、マジでそのハイトーンの中にもあるやん、そのレベルが。めっちゃハイトーン。もう白髪。そう、
そうなんですよ。まあそんな感じで眠くなってきた。眠くなってきたっけ。そうそう、ワイフォーか。あー、ゴミ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 が出たよ。はい、じゃあそろそろ終わりにしようかなと思います。明日はね、新体制お披露目があります。すごく緊張しているんですけど、頑張りたいと思うので、皆さんぜひ見に来てください。あかりちゃんの初日っていう言い方はまた違うのかな、ちょっとそれは48後なのかな。あかりちゃんのお披露目、全力で盛り上げたいと思います。ではランキング見ます。13位ラッケノさん、12位カネちゃんさん、11位アキラちゃんさん、10位タケメグさん、9位マシオさん、8位キムさん、7位 ARK さん、6位埼玉のおじいちゃんさん、5位ティンバレラさん、4位ユートさん、3位アンドゥさん、2位ケンワンさん、第1位ジンさん、ありがとうございます。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。遅くにありがとうね。久しぶりに配信来れてよかった。ありがとう。嬉しい。明日ファイト。ありがとう、ありがとう。おやすみね。また明日、新体制気をつけていきます。ありがとうございました。おやすみなさい。また明日、バイバイ。またね。おやすみ。